ヨーロッパ外務省はフランスの省の一つ。フランスの外交政策の実施及び欧州連合内における関係の維持を担当する。フランスにおける外務大臣の起源はアンシャンレジーム期の1547年に初めて設置された外務卿である。当初は複数の外務卿が任命され担当地域ごとに外交関係を処理していたが、 1589年には国際関係を処理する一人の外務卿に権限を集中させた。フランス革命後の1789年に外務卿は外務大臣と解消された。1794年外務大臣職はその他の閣僚職と共に国民公会によって廃止されたが、1795年総裁政府によって再び設置された。 1980年代の一時期には、本省は、対外関係省と称されていた。また、フィヨン内閣の下2007年5月18日からは、外務、ヨーロッパ問題省と称されていたが、エロー内閣の下2012年5月16日からは、外務省という名称に服されていた。バルス内閣成立後、2014年4月2日からは、外務、 国際開発賞と称された。2017年6月21日の第二次、エドアル・フィリップ内閣発足時に、ヨーロッパ、外務省に改称された。外務省庁舎はパリ7区のオルセーガ市に所在し、国民議会議事堂が隣接する。その所在地から、ルケ・ティー・オーセあるいはルケは、外務省の代名詞となっている。また、この外務省庁舎は、 第一次世界大戦のパリ講和会議の会場となったことでも知られる。外務省の任務は以下の通りである。かつては外交は外務省のみが所管していたため、これらの職務は極めて安定していた。しかし2007年に移民、統合、国家アイデンティティ、連帯開発省が設置されたことで外務省の管轄の一部が移民省に移された。移民省は その後2010年に内務省に統合されている。ラクールヌーブに所在する外交公文書館外務省は、パリに所在する中央行政機関、及び、なんととパリ郊外のラクールヌーブに所在する地方、出先機関、並びに、世界中に所在する在外公館からなる。中央行政機関の組織は、以下の通りである。外務省はその任務の達成のため、 400近くの在外交館を含む外交領事ネットワークを有している。そのネットワークは数の上でアメリカ合衆国に次2番目に規模が大きい。大臣は中央行政機関に加えて担当大臣、官房及び報道官をその権限の下に置いている。担当大臣もまた同様に官房を有している。現在のヨーロッパ外務大臣はジャン・イブルドリアン。 2013年の外務省の職員数は14,798人であり、そのうち3分の2が在外交換に勤務している。ありがとうございます。